本木工機械店木機店ジャパン2023およびウッドワンダーランド2023のオープニングセレモニーを開催させていただきます。申し遅れましたが、私は司会進行を務めさせていただきます、福光薫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、おはようございます。本日はお忙しい中、日本木工機械展木機展ジャパン2023にご参加いただき誠にありがとうございます。主催者を代表し、開会の挨拶をさせていただきます。はじめに、本日ご多様の中ご臨席いただきました名古屋市長川村隆様、経済産業省よりロボット製作室長石曽根様、林野庁より木材産業課長石田様、ご臨席賜り厚く御礼申し上げます。また木材関連団体であられるご来賓各位、大変ご多様の中遠方よりご臨席いただき心より感謝申し上げます。さて、ただいま目の覚めるような勇ましい大春太鼓の音で始まりました本展示会ですが、実はちょうど50年前、今年惜しくも解体されてしまいましたが、ドーム型の旧第1号館、この旧第1号館のこけら落としを担ったのも私ども本展示会でした。この歴史と馴染みのあるポートメッセ名古屋の新第1号館で、皆様と一緒に第46回目の展示会を開催できたことを大変嬉しく思っております。本展示会のテーマは、このポスターにあります森と人とをつなぐ技です。このテーマにはこんな思いが込められています。日本にはたくさんの豊かな森があります。この再生可能な森林資源を敬い、大切に利用していくことが今に生きる私たちの課題です。そしてその答えの一つが木材加工機械による木材利用です。自然の恵みである森の資源を人々の暮らしの中へとつなげていくのが木材加工の技です。地球沸騰の時代と言われる環境問題、高齢化社会、労働人口の減少、さまざまな課題のある中で、切って使って植えて育てるサスティナブルな社会を実現し、木造高層ビルを次々と建て炭素を貯蔵していくためには、最先端の木材加工の技が必要です。それでは皆様、 IoT、 ビッグデータ、 AI、 ロボット技術を活用した
最先端の森と人とをつなぐ技をどうぞご覧ください。また本展では愛知県様と共催でウッドワンダーランドを同時開催いたします。こちらもぜひお楽しみください。最後になりましたが、出展者と関係者の皆様の今後ますますのご活躍とご健勝を記念いたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。せっかく国王になったんだって完全な図面を残す。
完全にですね、400年前の徳川家康が残ったであろうところがそのまま復元できるという、これ世界に1個しかないですよね。だもんね、これはね、エレベーターはよ、ちょっとね、何を考えてますかね、これ。市民の後ろでみんなが入るようになる。まあバリアフリーというか、福祉は福祉で名古屋なんかよそに負けませんよ、これ。だから減税しとるの名古屋だけだね、日本中で。毎年100億。これ。で、福祉にも、減税するとね、税収は上がるんですよ。まあ、職員所得増える。それを証明したのが日本中で名古屋だけですけど、誰も褒めてくれん。なんともならんすよ、これ。まあ、それはええんだけど、ぜひ皆さんね、やっぱり一個本物をちゃんと作ると、綺麗ですね、昔はさ、できるんだから、名古屋で、図面があるから。という雰囲気を、ぜひ、会長か委員長か、どっちか分かりませんけど、一つ、木の方のところから、福祉は福祉で、徹底的に世界一の福祉をやろうじゃないか。これはそれでいいんです。だからもう一個、せっかくやってきたこの日本のもう木の、まあ、多分こんだけ資料が揃っとって、全部これ国産材でやりました。もう今乾燥しとるんですよ、木ってこれが。で、一つそういう技術もありますので、ぜひ名古屋で本物のお城を作って、あと50年か100年でもう一回国宝にすると。戦争で燃えちゃったけどね、しょうがないじゃないですか、これ。ということでございます。で、いつの天もよろしくということで、まあ精一杯いろいろ名古屋をやりますので、お願いします。サンキューベリーマッチ。ありがとうございました。続きまして、経済産業省製造産業局産業機械科ロボット製作室長石曽根智明様からお言葉をいただきたいと存じます。ただいまのご紹介預かりました、経済産業省産業機械科ロボット製作室長の石曽根と申します。本日はまあ、課長の産業機械課長の安田が、本来出席させていただく予定でしたけれども、所要がございまして、挨拶を預かってまいりましたので、挨拶を代読させていただきます。日頃本日は木金ジャパン2023の開催、おめでとうございます。まずは菊川理事長、長谷川実行委員長のもと、関係者の皆様が一丸となり、本展示会が盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。また新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵攻を契機とする世界的なインフレの加速、急激な円安進行等の不透明な状況が続く中、本日の開催に至ったことは関係者の皆様の熱意とご努力の賜物であり、深く敬意を表したいと思います。さて、我が国には気候風土に即した木造住宅や家具、そういった独自の木の文化が根付いております。その中で木工機械は我が国の林業や住宅産業を支える産業機械として、産業のみならず国民生活の発展や文化の継承に大きく貢献したと認識しております。昨今、持続可能な開発目標 SDGs による環境負荷の低い木材の積極的な活用をはじめ、経済産業省が発表したグリーントランスフォーメーションによる温室効果ガスの発生させないグリーンエネルギーへの転換など、環境対策への注目度が高まっているものと思います。その中でも木材の利用は国民生活の身近なものとしてより注目されているものと考えております。これまで築いてきた伝統とともに、将来を見据えた新たな価値観を支えていく重要な担い手として、ここにお集まりの皆さんがさらに業界を牽引していただくことを期待しております。
この後期会は人手不足や多品種少量生産への対応といったユーザー業界のニーズが多様化していることに加え、ロシア等への輸出規制が取られているなど、その取り巻く環境は厳しさを増していると承知しております。このような中で本展示会では生産性の向上等を意識した実現した LINE やリモートメンテナンスに対応する機会など、政府が推進するデジタルトランスフォーメーションをテーマにした提案もなされていると伺っております。こうしたユーザーの変革に貢献し、高い付加価値を提供する事業展開が新たな業界の強みとして、さらなる業界の発展の後押しとなることを期待しております。また日本の木工機械はその技術力と性能、サービスが強いため、より販路を拡大するための海外展開に向けた支援についても経済産業省として尽力してまいります。最後に本展示会の成功と木工機械をはじめとした木にまつわるさまざまな産業のますますのご発展と、本日お集まりの皆様のご健勝を記念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。経済産業省産業機械課長安田大徳石留めでございました。本日はおめでとうございます。さて、先ほどご挨拶の中にもございましたけれども、我が国におきましては、戦後荒廃した国土に先人が永遠と植え育てました木々がいよいよ本格的な利用期を迎えてございます。この豊かな森林資源を将来にわたって引き継いでいくためには、切って、使って植えて育てるという資源の循環利用、これを確立する必要があるというふうに考えているところでございます。木材は適切に森林を管理すれば半永久的に再生産可能な資源でございます。また製造時のエネルギーが小さく、最終的には燃料として、利用できるなど、まさにカスケード利用可能な、省エネ資源として、また熱伝導率が低く、また熱性能が高いということでございますし、調節性を有するなど、いろんな利点からですね、その利活用が世界的にも進められるというふうにしているところでございます。こうした中におきまして、我が国ではいわゆるウッドショックによる輸入材リスクの顕在化や円安等に起因いたしまして、国産材の安定供給への、期待が高まっているところでございまして、木材加工施設を整備しようという動きにつきましては、ますます活発になっているところでございます。令和3年に閣議決定されました森林林業基本計画におきましては、政府といたしまして、この貴重な森林資源の持続的な利用を一層推進し、社会経済活動、社会経済生活の向上とカーボンニュートラルに寄与するグリーン成長、これを実現するというふうにしているところでございます。川上から川下までが一体となって林業、木材産業が持続性を高めながら成長発展していくためには、輸入材から国産材の転換、また新たな木材需要の創出に対応し、乾燥ですとか、
共同管理など必要な品質の確保、効率的な製材、加工、今後ますます増えていく体系差への対応などが必要でございます。さらには依然として高い労働災害を減らすことも重要な課題でございます。これらの課題解決にあたりましては、まさに森と人をつなぐ技でございます木材加工技術、木材加工機械の発展が不可欠でございます。このような中、あまたの先進的な木材加工技術、木材加工機械、また関連製品等が一堂に展示紹介されます、この本機械展の開催につきましては誠に事業を得たものというふうに考えているところでございます。加えまして、一般の皆様に木と触れ合う機会をウッドワンダーランドといたしまして、提供されますことに心から敬意を表したいと思います。林野庁といたしましても、木材利用の推進、木材産業の振興、ひいては川上から川下までの林業木材産業の持続的発展を通じまして、安心安全で豊かな国民生活の実現に関係府省とともに取り組んでまいりたい考えでございますので、引き続きよろしくご指導いただければというふうに考えてございます。最後になりましたが、日本木工機械展のご成功、また本日ご参集の皆様方のご発展をご記念申し上げまして、私からのご依頼のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。それでは、ただいまよりテープカットを執り行わせていただきます。私がお名前をお呼びいたしますので、順にお並びくださいませ。名古屋市長、川村隆史様。経済産業省、製造産業局、産業機械課、ロボット製作室長、石染智明様。農林水産省、林野庁林政部、木材産業課長、石田義之様。一般社団法人、全国木材組合連合会副会長、専務理事、本郷浩二様。日本合板工業組合連合会会長、井上敦弘様。一般社団法人日本 CLT 協会会長、日本集成材工業協同組合理事長、中島光一郎様。国産材製材協会会長、当選誠樹様。一般社団法人全国 LVL 協会会長、中西博和様。一般社団法人全国木造住宅機械プレカット協会、専務理事坂田美希人様。一般社団法人日本家具産業振興会会長、岡田三蔵様。
公益社団法人日本木材加工技術協会会長志田聡様。台湾木工機械工業会理事長常ちゃん様。全日本木工機械商業組合理事長福本博之様。日本輸入木工機械協会会長永井浩二様。日本機械の子刃物工業会理事長渡辺雅人様。一般社団法人日本木工機械工業会理事長菊川敦史でございます。一般社団法人日本木工機械工業会副理事長日本木工機械店実行委員長長谷川秀樹でございます。以上の皆様でございます。テープカットの皆様はどうぞご準備をよろしくお願いいたします。それでは皆様ご準備はよろしいでしょうか。ではテープカットの前に記念撮影を行わせていただきます。テープカットの皆様には左手でリボンをお持ちいただき、ハサミはリボンの右側へ広げた状態にして笑顔で正面をご覧ください。まずは正面をご覧ください。よろしいでしょうか。では続いて右側をご覧ください。よろしいでしょうか。では続いて左側をご覧ください。よろしいでしょうか。ご協力ありがとうございました。これで記念撮影を終わります。それではテープカットを取り行わせていただきます。私のどうぞの言葉をきっかけにテープにハサミをお入れください。それでは参ります。